皆様こんにちは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。帰り、球場からの帰りのドライビングバージョンでございますね。阪神高速道路5号湾岸線を走っておりまして、まもなく兵庫県に入ろうかというところ。兵庫県入りました。今兵庫県に入りましたね。オリックさん負けました。乾杯でございます。今日はまあ清々しいぐらいの負けかな。もうあの序盤っていうか立ち上がり4失点、宮城くんどうした、どうした宮城くんっていう感じだったね。で2回にもまた3点失って、で、まあ、5回までにも今日は8点ですよ、宮城くんが。こんな宮城大弥は初めて見るよね。いやーどうしちゃったんでしょうね。まあもちろんその調子が悪い日ってあるんだろうけど、もう立ち上がりから、ね、もう4失点、2回にも3失点、2回の表終わって0対7ですから、なかなかきついゲームではありますね。まあ、あのこういった序盤にね点差が開いたゲームって往々にして、まあ、荒れると言いますか、結構こう点の取り合いになるっていう傾向があるんで、今日そこにかけて見ていたんですが、まあ、確かにこう点の取り合いになったんですが、うん、全く届きませんでしたね。残念でございました。まあ5回8点だもんね。どうしちゃったんだろうか。来週また神宮での登板があるでしょうから、そこに向けてね、しっかりと今日のピッチングを反省した上でね、備えてほしいなと思いますね。まあ、それは人間ですから調子の悪い時って絶対あるんでね。で今日その投げる方ではね、小木田投手がその後6回7回と、2イニングをほぼちゃんとしっかり抑えて、で8回前くんが、しっかり抑えた。今日デビュー戦ですよ、1軍デビュー素晴らしいね。ナイスピッチング、1人ランナー出したんだけども危なげなく、抑えました。で9回は山田投手がしっかり抑えてというゲームだったんだけどね。まあ、打つ方ではそうね、頓宮君が今日は2本のホームラン素晴らしい。これね、まあ、昨日でまた打率もぐっと上がったでしょ、猛打賞で。で今日も2ホーマーですよ。でこの間、巨人戦の前の試合前にね、ホームラン欲しいっす、打率はもうそろそろ落ちてきますからホームラン欲しいですっていう話をしてくれたんだけども、ホームラン出たしね、打率は落ちてこないしね、すごいね、頓宮やるな。で森君も今日はヒットは出なかったんだけど、ほぼほぼ全部いい当たりを捉えた、外野フライも全部捉えてますもんね、すごいなと思いながら。うん、あと茶野くんのタイムリーツーベースもあったのかな、ねという中での敗戦でございました。で火曜日から始まったこの6連戦、ジャイアンツそしてベイスターズ、まあ、共に1勝2敗で、この1週間は2勝4敗2つの負け越しというところで、これで、交流戦の星も五分になりましたね。6勝6敗から、五分になりましたよ。まあでも五分だからまだ始まった時と比べて、貯金減ってませんからね、プラスに捉えましょうね。まあ織姫でね、たくさんのお客さん入って くださいました。今日も昨日も今日も、満員御礼です、素晴らしい。昨日3万3000いくら、今日は3万4000何本の人が入ってくださいましたね、素晴らしいですね。織姫もたくさんね、見に来てくださったのでありがとうございました。まあでも、まあ、点もいっぱい入ったしね、楽しいゲームだってあった。野球なんで、勝負、いつも勝てるわけじゃない、プロ野球は勝率10割で、過ごせるチームなんてないんですから、打たれることもある、打てないこともある、そして勝てないこともある、それが野球ですから。まあでもなんとなくあの球場の華やかなムードであるとかを楽しんでもらえたんじゃないかなと思っておりますね。ぜひまた織姫の皆さん、織姫でだけが、野球じゃございませんので、また、交流戦でのホームゲームは今日で終わりましたけどもね、月末にはまた同一リーグ内のパーリーグの中でのゲームが再開しますので、そちらもぜひ楽しみにしておいてください。残念だよ、今日は。今日勝ってなんとか今週5割で終わってねっていう話で、今日はねそんな話ができればよかったんだけども、残念ながら、敗れて今週は2勝4敗というそんな数字で、交流戦の勝率も5割になってしまったというゲームですね。まあ、次に宮城君頑張ってもらいましょう、ね。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、たださっきもねちょっと急
球団の、候補トップと話をしていたんだけども、やっぱりベイスターズって打つよね、すごい打線だねという話をしていました。確かに今日のオーダー見たらすごいよね、切れ目ないもん、なんかすごい打線だなと思って見てました。まあ、あの球場の、まあ、狭さ広さの関係で球場の優位性であそこまであの打つのかなと思っていたら、どうもそれは違うようだねというふうに、その候補トップも、話されていまして、そうかもしれない、むしろ球場が狭くて、ヒットが出る方がバッター育つのかもしれませんね、そんな気がします。だから広い球場を本拠地とするチームが打線で苦しんでるっていう傾向にもありますし、オリックスのファームの前島もなかなかね風で戻されて長打が出ないでしょう。そういうのも関係するのかなと思ったりしますけどもね、それはその因果関係は分かりませんが、ただ、横浜 DeNA ベイスターズの打線はすごいということですね、恐ろしい打線です、強いなと思いました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまたちょっとね、心穏やかな月曜日、と今は参りませんが、まあでもゲームがないんで心穏やかですよね。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。というわけで、じゃあまたね、明日。